ルイーズ・ナーディングは、イギリスの女性歌手。ルイーズ・レドナップとは結婚後のせいで、あるいは単に、ルイーズとも呼ばれる。日本では、ルイーズとして、CD 発売中。ロンドンに拠点を置く、女性ボーカルバンド、エターナルのメンバーとして、デビュー、ステイなどのヒットによって、人気バンドとなり、メンバー4人中唯一の白人として、脚光を浴びる。 デビューアルバム Always and Forever からの1993から1994年の一連のヒットで、イギリスの女性のみのバンドとしては初めて100万枚のセールスを記録する。1995年に彼女はバンドを脱退して、1996年にソロデビューを果たす。アルバム Naked Naked や Let's Go Around Again Let's Go Around Again が続けて、 全英トップ20位以内のヒットを記録し、グリッドアワーズに何回もノミネートされる成功を収める。1998年、イングランド代表のサッカー選手、ジェイミー・レドナップとカリーブ海諸島で結婚した。2001年、さらなる多くの音楽的成長を試みた後に、ベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・ルイーズ・チェンジング・フェイセズがリリースされた。2002年、 2002 UK ワイドツアーを完了し、テレビ、CD、UK などにも出演。2003年、全英トップ5位のシングルパンドラズキスをリリース。2004年5月27日、A 男性誌、FHM が選ぶ、この10年で最もセクシーな女性に選ばれる。子宮内膜症の手術を乗り越え妊娠。同年7月27日に、息子、チャーリー・ウィリアムが誕生した。 2019年3月、同年10月に4作目となるヘビーラブをリリース予定であることが発表され、13年ぶりとなる新曲ストレッチがリリースされる。その後もスモールトークリードメオンブレイキングバックトゥギャザーと立て続けに新曲をプロモリリースするが、商業的な成功には至らなかったことから、オリジナルアルバムヘビーラブのリリースが2020年に、 延期されることが発表された。2019年10月、新曲のトザセームがリリースされた。2020年1月16日、4作目となる、ヘビーラブをリリース。ありがとうございます。